四の十三示していわく、容疑者さんの江前寺十時のとき、寺院休存して、僧の患いありしとき、知事申していわく、趣里あるべし、絵のいわく、 氷覚破れたれども路地樹下には勝るべし一方破れてもらば一方のもらぬところに越して座禅すべし同右造作によって宗主悟りをうべくんば禁欲をもっても作るべし悟りは 虚書の善悪にはよらずただ座禅の功の多少にあるべし翌日浄道に曰わく用にたちまち重するに奥壁そなり満床ことごとく雪の真珠を敷く 神戸を出客して暗にサウス。了給して曰く、帰って思う個人樹下の虚、と。ただ、仏道のみにあらず、政党もまた核のごとし。大層は、 いやをつくらざるなりまた、龍下いわく、学童は、まず、すべからく、貧を学すべし、貧なるとき、どうまさにしたし、と言えり、その紙、釈尊より、今に至るまで、 真実学道の人宝に豊かなりとは見問せざるなり4の14当ていわく近代頓征の人はおのおの 彩縮等を用意し、後のわずらいなきようにしたくす。これ、庄司なりといえども、学童の支援なり。これを書くときんば、必ずいらんいできたる。今、死の安理を受けたまわり及ぶに、かつて、そのしたくなく、ただ、 天運にまかすと「もしまことに核のごとくならば工事のいらんあらんかいかん」答えていわく「こと皆戦勝ありあえて死局を損するにあらず」 最天、当地の仏祖皆、格のごとし。なんぞ、私に、格景を望まん。作る後、あるべからず。また、いかにすべしとも、程としがたし。これ、仏祖皆、行事きたれるところ、私なし。 もし絶妙せばその時に望んで方便をも巡らすべしかねてこれを思うべきにあらず4-15示していわく伝え聞く ジップは知らされどもこう寺明院の中納言入道ある時悲惨の太刀を盗まれたりけるに侍のうちに凡人ありけるを世の侍さたしいだして参らせたりしに入道のいわくこれは 我がたちにあらず、日がとなり、とて返されたり、欠如そのたちなれども、侍の恥辱を思いて返されたりと、人皆これを知りけれども、その時は部位にして過ぎけり、ゆえに、 子孫も繁盛せり、俗なお心ある人は各のごとし、いわんや出家人は必ずしもこの心あるべし、出家人は財宝なければ、知恵・功徳をもって宝とす。 他の無同心なるひがことなどをじきに表に表して火に落とすべからず方便をもって彼が腹立てまじきように言うべきなり暴悪なるはその方久しからずという たとえ法をもって呵赦するとも、荒き言葉なるは、法も久しからざるなり。精進、劇は、必ず、人の荒き言葉に、すなわち伏流して、恥辱を思うなり。対人 上気に似るべからず大将魂はたとえうたるれども報いを思わざるなり今国に昇進王子しまずんばあるべからざるなり消防玄造随門記 「4の終わり」